越しの、はい、体育館に来ております。体育館です、今日は。焼き鳥はところでサッカーは好きですか？あのワールドカップとか、テレビで見るぐらいは。じゃあ早速中に入ってみましょうか。話の流れが、まあ、話の流れね、分かんないんです。ですね、今日はですね、石越の、少年サッカーチーム SS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 
感じで配って、はい、でちょっとあとまあね様子を見ながらどんな練習してるのかなってちょっと参加できたらいいなって思ってます。はい、はい、お邪魔しましょう。焼き鳥くん、早速お菓子持ってきてもらって、あ、準備しました。よしよしよし、お菓子がねえとね、やっぱりダメだな。はいはい、はい、お菓子。はい、昔々あるところにおじいさんで、これ昔や。昔。昔話。ちょっといきなりきついな。おい。お菓子だ、お菓子。間違えました。お菓子持ってきて、お菓子。昔とお菓子。お菓子ですね。お菓子、お菓子。で、いきます。はい。はいよ。最初は平気心だったんですけども、だんだんと、わっ！これおめえ、ぼかしや、ぼかし。これもちょっときつい、2回連続きつい。ちゃんとお菓子だけ持ってきてもらっていい？オッケー、オッケー。それしかねえじゃねえ。もう観念して、これ最初から持ってきてよ。お願いします。ね、はい、じゃあこれをですね、早速、子供たちに配っていきたいと思います。では。どうも。よろしく。みんな所属してるんだよね。見学者は？ハロウィンだから、あとは音的に歌詞が入ってたの。スーパーボールの方がいいの。何スーパーボール？シールいっぱいついちゃったね。なんだ？シールめちゃくちゃあるね。はい。待って。ブラジル体操ですよ、役者さん。何でしょう？メキシコ体操。メキシコ体操。これって我々は参加あ、全然。あ、いいんですか？じゃあちょっとこのブラジル体操。わかりました。じゃあ、ブラジル体操を混ぜてもらっていいですか？ブラジル体操。よし、OK。で、10、もうきついです、もうすでに。マスクマンちゃんとして。1回目はちょっと見ててくださいって思ったんで見ます。タイガーショット、タイガーショット。でも次決めれば、あ、決まり。そっか。誰もいなくてもいいじゃん。そっか、負けちゃった。はい、いなくてもいいじゃん。かなり面白かったですね。
ちょっとあれだね、明日から新聞入ったんで頑張ります。秋越しから来てます。バイクでしょ。早い。はい、お疲れ様でした。今日はね、本当に一日遊んでもらって、マッスル軍団乾杯でございます。皆さんもね、これからの自信を持って、ね、褒めしないナンバーワン目指して応援してますんで頑張ってください。今日はありがとうございました。どうも失礼します。お疲れ様でした。石越SSS、はい、いいチームですね。あの我々ね、ちょっとビシッと鍛えてやろうかと思ったんですけどね、もたあさばれましたね。いやー、やっぱサッカーはすごい難しいんですね。調子乗って PK まで持ってったんですけどもね、まあまあでやられました。いや、早いんですね、意外とね。難しいですね。そうそう、もうオーバーヘッドとかできないもんですね、意外とね。キャプテン、ボールは友達だったんですけどもね。いやー、難しい。というわけでですね、まあ、しっかりと、こちらの勉強させていただきましたんで、はい、また、ハロウィンということで、そうですね。お邪魔しましたけども。皆さん、元気で、はい、今頃もう、かぼちゃの、かぼちゃ投げ合いゲームでもしてると思うんですけどね。ちゃんとサッカーの練習してますからね。じゃあ、とめチャンネルさん、また、よろしくお願いします。また呼んでください。面白い企画あったらぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。はい、入っていくかな。せーの、よいしょー。